ニバーサリー総選挙で大波乱を起こしたプロスピの選手2001、チェン・グアニュー。チェン選手はかつてロッテに在籍した助っ人外国人です。しかしチェン選手は過去にとんでもない手法で総選挙でランクインしました。とんでもない手法でランクイン？一体何をしたんだ？実はチェン選手総選挙時ファンに投票を呼びかけており、その結果まさかの県外から1位を獲得したんです。これぞファンの力。に、杉谷健士。杉谷選手は日本ハムで活躍した超人気選手です。そして彼もチェン選手と同様、以前ファンに投票を呼びかけました。杉谷選手が呼びかければアニバ出演も余裕だぞ。しかし杉谷選手、イベント終了までギリギリの接戦となり、まさかの総選挙ランクイン失敗に終わったんです。アニバーサリーは甘くなかった。